タリサキュンゲット。俺の背中からどかしやがれ。タリザキュン、ねあおねえちゃんでしょ。誰がお姉ちゃんだこら。ヒーロー、俺様のペットのくせして何言ってやがるてめえ。生意気。いいよいいよ、カリサキュン、もっと意地張って。そのカリサキュンの意地が起きって折れて、声変わり前の可愛い声でお姉ちゃんって泣くようになるまで、たーかわいがってあげっからね。な、何？何なのこれ。あ、カリサ君無事だったんですね。おいっそう。うわ、こんな美食で、てか見んな、見んじゃねえ、目玉つぶすぞこら。命の方は無事だけど、なんというかいろいろ無事じゃなさそうね。ういーっす、ランドセルのお姫さんたち、お初でもないか。あんたカリザがいつも連れてた黄色いスライムよね。あなたネネカさんみたいに変身してたってことですか。それが魅力の能力で解除されてしまったと。もうそんな感じ多分ね。適当ね。まあ変身つか、ちょっと壁越えるに無茶したせいで戻れなかったっていうか。まあそれは置いといて。カリザキュン、ほらほら、しゃがんで隠れてないで。新しいおベベ、お姉ちゃんたちにお披露目しよっか。やめろ、首根っこつかむんじゃねえ。あぎゃぐ。その名もカリザキュンプリンセス。ああ、言うな言うな言うな、やめろ。プリン。カリザキュンプリンセスフォーム。プリンセスフォーム。単に無理やり女の子の服に着替えさせられただけよ。私はペコリーヌさんたちより先に目を覚ましていたからちょっと見ちゃったけど、ひどい騒ぎだったわ。殺せ殺せ、こんなざま見られたら俺はもう生きていけねえ。なあおいクソ猫、てめえ俺のことぶっ殺すぞっつってたよな。頼む頼むから今すぐ殺してくれ。あー惨めね。ちくしょう。もうアリザキュンたらつまんないっしょ。死ぬとか殺すとか、あんたらも
生きててよかったね。黄色いスライムさんじゃなくてネアさんでしたっけ。さっきは助けてくれてありがとうございます。ああいいよいいよ、成り行きって感じだし。とりあえずあなたは敵じゃないってことでいいのかしら。そっちが何もしないなら私も何もしないかな。でもカリザキュンをコロコロするなら抵抗するよ、粘液で。それは仲間としてカリザを守りたいっていうこと？いやてかパスできないっしょ。こんな美味しそうなショッタ。あのスライムの中身がこんなやつだったなんてね。カリザは黄色いスライムがネアさんだったってことを知っていたわけないわよね。こんなやべえ中身だって知ってたら買わずに捨ててたぜ。赤や青は、赤と青は普通のスライムかな。まあ特別なのは私だけってことでよろ。うぐ、押しかかるんじゃねえ。いやー惨めすぎてぶっ殺す気もうせるわ。ああそうそう、ちーの騎士キュンやミソラちゃんたちも今ランドソルの近くに来てるっぽい。え、あの人たちが？どうしてわかるの？前にちょっとミソラちゃんのカバンに私のかけらくっつけといたから。あれ、カリザくんのペットの黄色さん？お話の邪魔しちゃダメですよ。あ、もうカリザくんに似てわがままな子ですね。ケルちゃん、シェフィーちゃん、あの人たちと合流しましょう。そうね、いつまでもここにいたってしょうがないもんね。ええ、ミソラと戦いになっているかもしれないし。おーい、だいぶ流されちったし、こっから出るのちょっと時間かかるっぽいけど、まあ頑張ろう。ありがとうございましたネアさん、カリザくん、このお礼はまたいずれ。出ろー。